歩けば歩くほど痩せるヤジロウォークを紹介していきます。今回の動画最後まで見ながらやっていくと体幹がしっかり安定してくるんで、お腹がへこんだ歩き方ができる、お尻がプリッと持ち上がる、誰が見てもこの人ちゃんと運動してるなっていう歩き方が身につきます。必ず最後まで一緒にやっていきましょう。スマホ持ってその場で歩くだけです。最初と最後で歩き方が必ず変わりますんで、ビフォーアフター出していきましょう。体の力を抜きながらダラダラ歩いていきましょう。スマホ見ながら、とにかく肩をね、上下させながら体の力を抜いて歩いてください。まずは体幹部の力を全部抜いた状態で歩いていきます。体のね、力を抜くときと入れるときをしっかりさせることで体幹部が安定します。今度は片側の肩だけ下げながら歩きます。スマホ持ったままでいいです。右の肩、片方の肩だけ下げながら歩く。歩くペースはね、ゆっくりでもいいです。片側肩を下げながら歩く。次は反対の肩を下げながら歩きます。スマホ見ながら難しい人は置いてね、それを見ながらでもいいです。持ったままの方が私は楽なので、その持ったままでもいいです。反対の肩を下げながら歩く。今度は腰を振りながら歩く。しっかり腰をね、振りながら、いろんな歩き方すると必ずね、いい歩き方っていうのが見えてくるんですね。無意識で変な歩き方してでもわからないと思うんですが、意識的に変な歩き方をするといい歩き方との差が生まれるんで、今回体幹部がね、しっかりした歩き方が身につきます。 OK。 今度は片方の腰だけ引くイメージです。こうではなく片方だけ、左側の腰だけ後ろに引きながら歩く感じです。イメージとしては片方のももはまっすぐ曲げて、反対側のももは斜めに曲げるようなイメージです。だいぶね、今もうね、ちゃんとした歩き方が身についてきてるんですよ。実は最後のメニューまでお楽しみください。今度は反対を斜めで、反対をまっすぐ。アフターがやばいですよ。めちゃくちゃ体幹がしっかりした歩き方になるんで、その場でできますしね、筋トレ後の有酸素運動にもおすすめ。OK。 今度はももを片方だけ高く上げる。こんな感じ、片方だけ高く上げるイメージです。もうちょっとで終わりますからね。
ことは反対、片方は低く、反対は高く。あともう一種目で終わり。ラストは体の体幹部をグニャグニャさせないように、ブレブレしないように歩く。普通に歩く、普通に歩く。どうですか皆さん、なんか胴体部分がしっかりできてる気がしませんか？初めは肩をねふにゃふにゃしたけど、今肩まっすぐしてるじゃないですか。これで歩くと皆さんどうですか？ちょっとお腹引っ込めた姿勢になってないですか？OK です。お疲れ様でした。初めと最後で体幹部がしっかりしてる感じ分かったよって方は、グッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。